どうも、井手隊長です。今日のテーマはサザン。はい、ということで今日は6月22日かなということで、今週末いよいよ、もう毎週毎週行ってきてますけど、いよいよサザン45周年おめでとうございます。おめでとうございます。ということでね、あのサザン45周年に向けて、まあこれちょっと収録ではありますが、もう6月22日の時点では、ね、6月25日に何が起こるのか、もうこれみんなゾワゾワじゃないですか、これね。去年はなんか6月25日何が起こるのかみたいな動画を撮って大外ししたような記憶がありますけど今年はどうなんでしょうかね。もうでもなんか桑田さんのラジオを聞いてる限り曲は書いているらしいが、まあそれがいついつに発売されますっていう告知が出るんでしょうね、きっと。なんかね、結構ノリで作ってると、昔作ってた自分の曲に似ちゃってどうのみたいなことも言ってましたよね。なんかその辺をだから直しやってるんだと思いますけど、だから多分6月25日にはいついつにサザン45周年の新曲が出ますっていう、多分こうあれが出るでしょう、発表が。僕のあの2月に立てた予想では6月25日に発売されるって言っちゃったんで、それ外れですけど、多分発表でしょうね。そしてロッキンジャパンフェスティバル全組発表しましたっていうニュースをこの間見たんですけど、全組本当に発表なのか、シークレットでサザン45周年が残されてるのかは、多分発表するとすると多分6月25だよね。だこの辺に出ないとロッキンないのかなね。でもなんかまだ曲も出てないから、やっぱ夏のライブはロッキンがもしなかったらなさそうですよね、多分ね。なんてまた言ってますけど、3日後にもう答え出ますからねあれですけども。ということで、先週はサザン45周年ということで、サザン45曲のね、即興メドレーをね、やってみましたけど、いかがでしたですかね。結構疲れますね、あれね。一人でやってるのね。はい、それやりましたけど、今日は、最近気に入っている、チャット GPT 君との共作。これやっちゃいますよ。何をやろうかっていうと、チャット GPT 君にですね、サザン45周年を記念して、桑田佳祐風におめでとうソングの歌詞を書いてくれという、こういうオファーをしてみたんですよ。桑田さんが自分でサザンにおめでとうっていう、自分では絶対やんないじゃないですか。ですけどチャット GPT 君だったら桑田さんになりきって桑田さんが自分でサザンのおめでとうソングを書いたみたいな感じの詩を書いてくれるんじゃないかと思いまして、それをチャット GPT 君に歌詞を作らせてね。結構最近ではさ、ここが A メロとか、ここがサビとか指定してきやがるんですよ、こいつ。こいつ、チャット GPT 君。で、その詩をね、チャット GPT 君が書いたんで、私、チャット EDA が曲をつけて、今日もサザンの新曲発表されませんけど、サザンの新曲風の曲を発表しますから、今日。すごいでしょ？これはね、やり続けますよ。ということで、今日のテーマはチャット GPT が歌詞を作ったサザン45周年おめでとうソングを歌ってみた。これをやりたいと思うんですけどね。まあ、チャット GPT は前もなんか桑田佳祐風の歌詞に曲をつけてみようっていうのをやった時に思ったけど、やっぱ最近の桑田さんの歌詞の雰囲気をなんか学習してますね。何年以降とかってやっぱ決まってるって話聞いたことありますね。昔のやつはやっぱ学習してなくて、2000何年以降の、データを学習していてうんぬんみたいな話を聞いたことあるんで、やっぱその辺で言うと、やっぱ桑田さんの最近の歌の歌詞を学習してるんじゃないかと思いますね。だからなんか昔のなんかいなせな歌詞とかは出てこない。あと英語も全然出てこない。英語はでも最近の桑田さんも使うと思うんでね、もうちょっと学習してほしいなと思うんですけど、まあ今回もほとんど日本語だったですよ。ということで、チャット GPT 君が作ったサザン45周年おめでとうソング括弧桑田佳祐風の歌詞をね、ちょっとね、まず詩を朗読してみますよね。優しい遊び風に、はい、いきますよ。1番、45年前のあの日から夢の旅が始まった。
ずっと一緒に歩んだ仲間たち、涙と笑顔が交差する道、ね、B メロ、ね、時には曇り空だってあったけど雨に打たれ強くなった。サザンの歌でみんなの心に花を咲かせよう、ね、サビ、今いたい45周年ありがとう、今日までの景色、サザンの鼓動が響く、君の笑顔が輝いてる、桑田佳祐と共に歌おう、懐かしきメロディ、愛と希望と友情を込めてこの歌を献上しよう。ちょっと桑田さんっぽい、なんか単語がね。2番ね、みんなが支えてくれたからここまで来れたんだね、いろんな出会いと別れ、それぞれの思い出のページ、青春時代は遠くなったけど未来はまだまだ続くだろう、サザンと君たち永遠に絆を結ぶ。ちょっと桑田さんっぽいかもね。サビ、祝いたい45周年感謝の気持ち伝えたい、サザンの夢が広がる、新たな歴史が始まる、桑田佳祐の歌声を聞くたび心は躍り出す、愛と勇気と希望を受け継いで次世代へ歌を伝えよう。最近こういうテイストなんだよな、桑さんな。はい、ラスト前の B メロもう一回。時は流れるけれど暖かいサザンの風は消えない、何度も繰り返すさよならがくたびれた心を癒すからね。最後のサビ、ファイナルコーラスとか書いてあるよこいつ、元気な。祝いたい45周年、みんなで称えよう歌を、サザンは進み続ける、新しい道への挑戦、桑田佳祐の歌は永遠に輝きを失わない、愛と希望と情熱を込めてサザンは永遠だ。こんな歌詞ですよ。どう、ちょっとさ、桑田さんっぽかった。じゃあこれをね、歌ってみたいと思いますね。これをですね、雰囲気としては、ちょっと懐かしい感じの、イメージしたのは、夕日に別れを告げてとか、あの辺の雰囲気で作りましたね。ということで、チャット GPT が歌詞を作ったサザン45周年おめでとうソング、いってみられます。45年前のあの日から夢の旅が始まった、ずっと一緒に歩んだ仲間たち、涙と笑顔が交差する道、時には曇り空だってあったけど、雨に打たれ強くなった、サザンの歌でみんなの心に花を咲かせよう、祝いたい45周年ありがとう、今日までの景色、サザンの鼓動が響く、君の笑顔が輝いてる、桑田佳祐と共に歌おう、懐かしきメロディ、愛と希望と友情支えてくれたから、ここまで来れたんだね、いろんな出会いと別れ、それぞれの思い出のページ、青春時代は遠くなけど未来はまだまだ続くだろう、サザンと君たち永遠に
絆を結ぶ。祝いたい45周年感謝の気持ち伝えたい。サザンの夢が広がる新たな歴史が始まる。桑田佳祐の歌声を聞くたび心は踊り出す。愛と勇気と希望を受け継いだ次世代へ歌を伝えよう。時は流れるけれど温かいサザンの風は詩だけ読んでるとなんか笑っちゃうけど、歌で聞くとちょっとジーンとするでしょ。あのだってあれだから、あの夕日に別れを告げて作ったからこれね。ということで、チャット GPT 君もお祝いしているように、サザンがね45周年ということでね、めでたいですね本当にね、いい年にしましょうよ45周年ね。はい、ということで6月25日を楽しみに待ちましょう皆さんね、よろしくお願いいたします。はい、では、お店のハッピーエンドの告知、セッション会ですね。サザンセッション会7月28日金曜日20時半から、特にベースキーボードできる人募集、参加費2200円ドリンク別となっておりますね。ぜひ遊びに来てください。はい、そして私のラーメン連載はヤフーニュース、アイラドット、東洋経済オンライン、集英社オンライン、マイナビニュース、ガジェット通信で書いております。私の SNS、Twitter とかでね、あのシェアしてますんで、ぜひフォローして読んでいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。はい、この番組は1ヶ月に1回の生放送とサザン、ラーメン、本のミニ番組配信しておりますので、こちらの方からチャンネル登録お待ちしてます。そして今日の動画が良かった方、ぜひグッドボタン押していってください。よろしくお願いします。あとね、チャット GPT 君とね、どっかで共作なんかテーマ与えて今度やらせたいですね。桑田さんの社会派の歌を今書いてとかね、やってみたいと思いますが、だんだんチャット GPT 君なんか言うこと面白くなくなってきてるからね。これ本当は遊びに使うもんじゃないからね、これ言っとくけどね、面白いけどね。はい、ということでございまして、今日はね、サザン45周年直前ということで、チャット GPT 君と曲を共作してみました。はい、私井手隊長がお送りしました。ではまた次回、バイバーイ。